第22回東京音楽コンクールの声楽部門の第二次予選が先ほど終了いたしました。第一次予選とはイメージがだいぶ変わりまして、第二次予選になりますとですね、皆様いろんなところで緊張されるのか、いろんなところで神経を使われるのか、なかなかこう及ばないところまで細かく表現されようと努力されている方が多く見受けられました。それが良かった場合もあれば、あまり良くなかった場合、ね、それが、声に響いて表現が至らなかった場合が見受けられました。まあ、その中でも、平均して、バランスが取れて、声の部分とそれから表現の部分、それからアピール性、そうしたもののバランスが取れた方が、5名本選に行かれます。本選は9月1日午後4時から東京文化会館の大ホールで、園田隆一郎指揮東京フィルハーモニー交響楽団で、のバックで演奏されます。さぞかし皆さんその力を込めて演奏されるでしょうし、また緊張されるし、その時にまた偶発的に何か新しくこう素晴らしいものが光ってくるのではないかということを期待して、私どもも一度審査員一同楽しみにしておりますので、どうぞ皆様も9月1日においでくださって、一緒に審査を楽しみたいと、そのように思います。よろしくお願いいたします。